あの俺らももうそろそろその域に入りつつあるんじゃないだろうかって、あの同時に思う。俺が数を見て古いと思うように、俺らがかっこいいと思ってるもんを古いと思う人たちがもうすでに生まれてるんだろうなっていう、なんかこう、なんていうの、あの、なんか変な感じがある。そうなんかな、それは音楽の趣味とかも？もの含めて。だかっことかさ、もうそうやし、生き方とかもそうやし、なんか、そういう風に感じる時があるな。そうやなぁ。でも俺は、でも比較的、それは、あ、まだいけんにゃって、学校の生徒とかと喋ってると、思うこともあるよ。全然なんか、むしろこの頃よりアンテナ張れてるし、でも、なんやろな。例えば、ダウンタウンっていう人らが、一時代を築いたっていうことを、正直もうあんまし面白くないからね、今パッと見たって。を知らん人もどんどん増えるわけやんか。けど、やっぱし俺らはそこに青春時代を置いてたし、そこへのなんかこう、思いっていうのは結構強いやんか、やっぱし。それだけに固執してるわけじゃないけど、あの頃にそれをこう、全面的に享受して、受けてきて、育ってきたし、やっぱし、じゃあ、キッド A っていうアルバムの二十歳の時に聴いたということって、俺の中で強いやんか、そういうことを全然理解されへん時代は来るよね、今から。おっさんがビートルズの話してるみたいな、で、俺らだってビートルズ聴くけど、やっぱその温度差ちゃうやんか、っていうので思われるんやろうね。ダウンタウンでごっつええ感じでめっちゃおもろかったやでって言っても、なんかおっさんがコント55号おもろかったやでって言うてんの聞いても、いや、そんな別になんか、ルーフやわってちょっと思うやんか、みたいなことが。そこの、なんていうの、その、絶対的な差と思い入れも含めた差が、なんかだんだんわからへんくなってきてんなって思うことがあって、で今の若手の笑い芸人が本当のとこをどれぐらい面白いんだろうかがもうよく分からへんというか、そのただな、その時代の移り変わりにこう伴って、そのメインとなる文化っていうのはどんどん変わっていくけど、俺はなんとなくやけど2000年ぐらいからそれがめっちゃゆっくりになったと思うねやん か、だから2000年の時の1999年ってめっちゃ昔やと、文化においていろんなことが1年2000年の時の1990年、10年前、音楽もかなり変わってたし、それこそ女の人の見た目がめっちゃ変わってるやんか。眉毛太いし、ここの10年って。けど2000年から2010年って、俺ここの10年と比べてもそこまで変わってないと思うねやんか。女の人の格好を見たらまず分かる。それが一番極端な例やし。なんかやり尽くされた感みたいなのがさ、もう映画もそうやろうし、音楽もそうやろうし、ファッションもそうやろうし、多分小説とかもそうやし、美術とかもそうやけど、大体なんかさ、どのジャンルもさ、ある程度やり尽くされた感が、多分もうちょっと早くから多分あるやん。なんていうの、2000年とかじゃなくて、もう、ベースちょっとずつこう、微細な更新がされてきて、行き止まってきた感みたいなのがさ、やっぱあるやん。だからなんかその、どんどんなんかこう、モダンが終わってポストモダンで、で、ポストモダンすらも終わってみたいなさ、話じゃないけど、その辺桜井くんとかに聞いたらもっと、ちゃんと教えてくれると思うけど。だからなんか、確かに、新しく、なんていうかな、僕って言ってもさ、俺らが旧世代になるほどは変わってないかもね。というふうに思う。あ、ナス釣りそう。で、ほんで、俺の一つの、一つの論として、特に女性はね、女性のファッションの方向性とか、まあ、お化粧しかり、まあその美、女性における美っていうものは、安室ちゃんの登場によって、一回収束したと思ってんのか。だからね、さっき言ったように、2000年から1990年を見たとき、この10年前を見たときに、女の子の見た目だいぶ変わったと思うねんか。服の感じしかり、お化粧、髪型。けど、2010年の時に2000年見ても、まあ、そんな変わってないよ。2000年の時って、ある程度完成されてる完成とか、これがいいって意味じゃなくて、今の形で、まあ、とりあえずこれがよし。今の、
まあその現代のファッション、女性の見た目としてこれがいいんだよっていうのがある程度完成されてる、うん、今現時点のね、うん、は安室ちゃんによって完成されたと思ってんだよ。でちょっと行き過ぎて安室っていう言葉ができたとはいえ、うん、そのベースお化粧の感じとかは安室ちゃんの登場によってこんだけ安室ちゃんっていうとなんか照れるな一回安室ちゃんで終わってそこをベースに、まあ、そっからいろいろまあちょっとまあ何やろちょっとギャルっぽい子もおる癒し系の子もおる森ガールもおるみたいな、うん、でも根底でもそうは言うても何この感じっていうのはないやん今、うんうんうん、ベースには安室ちゃんがいると思うそんなことない。なんかあそこに安室ちゃんがおらんかったら、うん、もう俺はここにないと思う。